森静子12月25日平成16年1月31日は日本の女優元子役である。出生名は木村静子、結婚後の本名は吉川静境である。1909年12月25日東京府東京市浅草区に新派の小山俳優を父に木村静子として生まれる。1915年父の導きで 数えの6歳で新パの初舞台を踏み、子役として舞台に立った。1917年、浅草区松場尋常小学校に入学、浅草に近い日活向島撮影所で、渡辺家庭監督の春の海に出演している。1922年、大阪郊外の小坂町小坂に移住した。1923年、牧野プロダクションの前々未。 牧野教育映画制作所が制作した金森万象監督の短編映画貧者の一等に本名の木村静子名義で主演する。同社は同年牧野映画制作所に改祖され、静子は同社の専属俳優となった。同年長尾白六監督の村長の息子牧野正造監督の加賀の若殿に出演同監督の恋地獄でゴミ国を キヌガサ・テイノケ監督の魔の池で、島田か七の相手役を演じた。加賀の若殿では当時脇役のバンドをつまさぶろうとの初仕事であった。金森監督の、むせびなく魂、悩める子羊、基本上はつぼみのままに、主演、青春派女優として注目された。1924年9月、発足した帝国キネマの立石小巻地が、巻野から役者を引き抜きにかかり、 ヤクザを使って森を強引に引き抜く。11月、岡田時彦と共演した坂田茂則監督の影より冷えを最後に牧野を去り、帝国キネマ演芸に移籍同月、古見拓司監督のドクロの陰謀に出演している。1925年の帝国キネマ分裂の際には、東方映画製作所に選別され、同社設立第一作、伊藤大輔監督の 煙に出演、岡田時彦と共演した。同社は2ヶ月で解体され、静子は、坂東つまさぶろが独立して設立した、坂東つまさぶろプロダクションに入社した。バンツマプロの設立第一作、井上銀太郎監督の偉人娘と武士第二作で、二川文太郎監督のおろち第三作で、芝聖果監督のまほしと次々に、フル出演を開始した。 同社で制作したバンツマ主演作にはほとんど出演した。1930年6月、バンドウツマサブローの撮影所は、松竹キネマに明け渡され松竹うずまさ撮影所と解消する。それとともに、犬塚みのる監督のカラス組前編後編を最後に、静子は松竹キネマに移籍した。松竹遺跡第一作は、同じく遺跡した。 犬塚監督の、辰巳の、コマンデシズコの主演作であった。月形隆之介主演、井上金太郎監督の、南国大平器前編、後編を最後に、帝国キネマエンゲウズマサ撮影所に移籍した。移籍第一作は、曽根純造監督の、堀江六人残妻地物語であった。同社は、同年、新興キネマに改祖された。 新興記念までは、現代劇にも出演した。1937年、俳優の浅香新八郎と結婚、本名は、金谷静子となるが芸名はそのままで活動した。1940年、牛原宇ひ彦監督の晴れこそでに出演したのを最後に、夫と共に同社を退社、独立して、実演の劇団、新生国民座を設立した。1944年、 夫の先行と死別、引退した。第二次世界大戦終結後の1946年、後に、宝ベルモントの代表取締役会長となる、吉川秀信と結婚した。2004年1月31日、老衰のため死去した。万94歳没。現在の宝ベルモント代表取締役、会長兼社長の吉川秀隆は孫にあたる。 1923年夏、京都市立第一商業学校2年生だった、牧野正弘は、牧野当事院撮影所にあった叔父の片岡、一太郎宅で詩集を読んでいて、詩集に出てくる通りの紫の矢がすりを着て白いパラソルを刺した、若い美しい娘が表を通り、驚かされたが、これが森との初めての出会いだった。翌朝、傷だらけになりながら、 松の木に登って森のために蝉を捕まえた正広だがこの時は名前も知らなかった。1924年になって新しくできた帝国キネマの縦石小牧地が牧野から役者を引き抜く事件が起こり大阪からヤクザが牧野に乗り込んでくるという話になった。牧野正蔵は森を連れてきて事務所の者を追い出して正広を呼び、おい、この子頼むぞ。 もし、ヤクザが来たらいないって家と預けて出かけて行った。マサヒロはセミを捕まえて渡した相手が森だと気づき、わし、森静子の用心坊やと嬉しくなって、森を二階に案内して隠し、一人で待機していた。やがて五人ほどのヤクザが押しかけてきて、森静子を出せ。と怒鳴り、家探しを始め、マサヒロの静止を振り切って、強引に二階へ上がり、森を捕まえた。 マサヒロは抵抗したが2階から投げられ、ガラス障子を突き割って、下に落ち、大けがをした。2ヶ月ほどして、引き抜き事件も話がつき、森が、牧野家に謝りに来たが、まだ傷だらけのマサヒロを見て、森はびっくりしていたという。二人が再会したのは敗戦後の東京でだった。森は戦後、牧野同窓会の会員になっている。ありがとうございます。